というわけで今回ご紹介するのはね、ポルシェのボクスターですね。これは懐かしいですよ。ポルシェのボクスター。もうこれ、もう今から20年ぐらい前の車なんでね。そんな今から20年も前の車かって言うとちょっと信じられないんですが、今から20年近く前の、車になります。で、これは、まあ、ボクスターの方で、ボクスターとロードスターを合併した名式の小型ポルシェは、瞬く間にベストセラーカーとのセダーとなったんですね。で、膨大な需要を満たすためにポルシェは1年前からフィンランドのボルメットでもボクスターを生産されていたと。で、ボクスターが成功して、親密なポルシェの独自の技術を8万マルク弱の手頃な価格で魅力的なパッケージングにしたことであると。で、後輪の前前に搭載された新型の水平対向水冷ロック機と 2.5 リットルの出力は204馬力で、スポーティーな走りと、ポルシェを特有のエンジン音を約束してくれる。で、ボクスターは2箇所にラゲッジスペースを設け、素早く開く、約12秒の速度突破の下にも、白い、ものを持っていたと。もう白いね、車だったということだったんですね。で、白い G スペースというか、それを、搭載スペースか、それを持ってたんですね。荷物のね、スペースというのを持って。で、それがまあ、この車になるんですが、これが出たのが1990年代、98年ぐらいだった、出てきまして。で、まあ、プラス面としては有効な仕上げ、しっかりとしたソフトトップ。移動になるスペース、スポーティーな走り、優れた走行性能、最快適な乗り心地というのがあったんですが、まあマイナス要素としては見通しが悪いボディ、そしてエンジンに手が届きにくいというところが、まあ利点であったと、マイナス面であったというところですね。なお、結局プラスとマイナスを用意してみると、プラスがね、5つあるのに対して、マイナスは2つしかない。ただ結局プラスマイナスを考えたときにマイナスの要素が2つしかないということは、これはまあ非常にいい車だということですね。だってマイナスの要素が2つしかなくて、運転がしにくいっていうのと、あとはエンジン開けてちょっといじくったりするのに、ちょっとエンジンの触るというか、そういうところがちょっとこう遠いところにある、そこにちょっと不便があるよっていう、まあそれだけですからね。ですから非常にまあ、車の性能としては、まあ、それでも、まあ、良かったと思います。まあ、デザイン的には非常にいいですかね。だから、まあ、これは非常にいい車だなと思う。別名、カエルガールなんて呼ばれてね、カエルみたいな顔してるんだけど、それもまた可愛らしくてね、いいなと思うところのね、ポルシェであります。で、これはやっぱりガレージがついてたんで、この非常に綺麗なんですね。で、内装なんかもこういうふうによくできてる内装でね、ポルシェのものですね。これは本当昔はたくさんあったんだけど、大量に生産されていて、たくさん飛び交いしてあったんですけど、今じゃこれほとんどあんまり見かける機会がね、なくなってしまいましたね。それがこう、まあ時代の流れですから、まあ致し方ないのかなと思うんですけど、それがね、こうちょっとね、こう残念なね、ところではあったなっていうふうにね、思いますけども。まあ、そういった車があったよっていうのもね、また当時というか当時の様相を知る上でも非常にいいんじゃないかなっていうふうにまあ思うね。まあそういう車でありましたね。というわけでどうもありがとうございました。